ああ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。運動金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ、今週も収録放送でございます。収録日が2月の28日水曜日ですね。はい、収録日となっております。よろしくお願いします。まあでもちょうど先週も収録だったから、ちょうど1週間ぐらいか、収録日としても。そうだね、それぐらいって感じね。はい、はい、ということで1週間何かありました？1週間ですか？いやでもなんかパタパタしてるから、なんかこう1週間何あったかなって振り返っても、それが今週その1週間前の出来事だったのか1ヶ月前の出来事だったのかみたいな、ちょっとよく分からなくなったりする。そうそうそう、まあ営業がいっぱいありましたね。ありましたね、はい、ライブとか、ライブはだからそれこそ日本出てるのかな。ライブは2本、営業は1、2、2つ。あ、結構ありますね。ありましたね。土日が結構金土が忙しかったのか、はい、披露宴の司会だったりとか、お笑い米軍基地の舞台もあって、で出たライブが金曜日に出たライブがあれですよね、そのミュージシャンの方と芸人のコラボレーションライブみたいなやつで、はい、出させてもらって面白かったですね。僕なんかがネタやって、で後輩のデコボコトラビリンクが、ネタやって、ミュージシャンの方が演奏、そして、まあ、ミュージシャンの方3名3組いらっしゃったんですけど、3名か、はい、なんか普段そのライブハウスとかに結構大会その音楽ライブとか行くじゃん、はい、でもそのライブハウスのライブ音楽ライブとかあんま行かない。ライブハウスは行かないですね、あんまり。ホールとかそういうなんか県外と、に行ったりとか、そのアーティストさんが県内にちょっと来た時に、大きめのところでみたいなのが多いもんね。そうですね、なかなか僕もあんまりライブハウスで、そのどうしてもやっぱ職業柄芸人のライブの方が見ちゃうんで、ミュージシャンの方のライブあんまり見たことなかったんですけど、すごいかなんか楽しそうだったな、演奏がね、かっこよかったし、はい、でそれぞれ個性があって、でなんか結構その初舞台みたいな方もいらっしゃって、もう今までずっとこうやりたかったけどなかなかそのチャンスがなくて、やってなくてみたいな方がもう本当に緊張もしながらすごい楽しいですって言いながらやってて、いや緊張しながら、あそこまで演奏できるって素晴らしいですけど ね、だからこの弾き語りでさ、その最初の人が弾き語りで歌いながら、なんか途中でこうハーモニカを吹くシーンが、あの曲何曲かやるんで、あったみたいなんですけど、そのハーモニカを首からぶら下げる、その補助の道具がハーモニカについてて、それを首からぶら下げるのを忘れてて、普通に演奏してて途中で、あ、ハーモニカをつけ忘れましたねって言いながらサクッとつけて、サクッとつけてなんか全初舞台とは思えないぐらい落ち着いて、そういうこうミスも挽回しながらやってましたね。ライブハウスでやること自体は初めてなんだけど、どっかでやってたんでしょうね、このなんか路上とかストリートとかでね、きっと。なんかその TikTok とかのライブでちょっと出したことあるみたいな感じのことは言ってましたけど、どうなんだろう、路上でもやったことあんのかな、ね、どうなんでしょうか、まあでもすごくこう楽しそうに演奏して、やっぱり音楽いいっすね。なんかあの多ジャンル触れれそうというかさ、お笑いではやっぱり触れがたいところもなんか触れてもこうなんかかっこよくこう決めきれるのは、あ、すごく羨ましいなと思いましたね。まあ、またちょっと違いますよね、この見せ方というか、確かに。でなんかやっぱみんななんかこう気持ちよさそうだったな、その次の女性の方もすごくなんかこう可愛らしい曲をね、素敵な歌声で
歌ってたんですけれども、まあ、途中でなんか緊張するとか、なんかこう言いながらも、うん、ちょっとやっぱこう笑いも交えながらね、うんうん、やっぱり一人でしかも、皆さん舞台に立ってましたから、うん、一人であそこまで、なんかやこうパフォーマンスができるっていうのは、はい、なんかすごい芸だなと思って、うんうん、一人でできないですからね僕何ももういやいや、うん、そのできはするでしょいや多分でこれ一人で舞台に立ったことってもうまあないっすね一人でライブもやったことないしあ、うん、でも別にピンネタはやったことあるじゃないですかピンネタはだってほらみんないるから別に他芸人はいるから一人で何かライブ主催するとか完全に一人はそっか一、うん、人の時間をだって一人でまあ2分2、3分話すぐらいは、うんうんうん、まあそりゃできた方がいいと思ってやってるけどね、うんうん、だからその2、30分あったじゃん演奏する時間とか、はいはいはい、だあの時間をちゃんとこう自分のやりたいものでこう補填させきれるって、うん、俺は多分できないっすねでもそれこそ歌だったら別にいけるんじゃない、うん、いやーだから歌でも歌ったことないですしね一人で、うん、まあでもそうなかなかそういう機会がないか自分で作らないとね、うん、確かにないかもしれんから、うん、だからその、うん、もうやりきれだみんなをやりたいっていうのがあるからそこもすごいなって思うし、はいはいはい、ちゃんとそれをやりきれる力もあるから、うん、俺にはもうないそれやれる力がないからなんかやっぱりこうエネルギーもらえますよね自分のできないことをやってる人しかも生でこう見るっていうのはすごく、なんだろうなあこういう見せ方もあるんだとか、うんうん、同じこうエンターテインメントを表現することを生業にしてる人たちを見ると、うん、ああやっぱりすごいなって思うし本当に羨ましいなと、うん、そういう力があるっていうのがねうん、かっこいいと感じましたね、うん、確かにな、まあそう、うん、音楽、まあ、お笑いもそうだけどやっぱりこう音楽ライブもやっぱりこう生でその場でその聞いた方がやっぱりいいですね音楽も、うんまあ、もちろんそれぞれの良さもあるけどその音源のね、こう綺麗にパッケージされた良さももちろんありますけど、うん、そこの生で聞けるっていうのが、うん、またその臨場感みたいなのも全然違ってきますしねあ何回聞いてもやっぱりいいものはいいじゃん。ああ、なるほど、うん。お笑いはやっぱりそれが難しいところがあったりするじゃないですか。まあ確かにお笑いで何回見ても見たくなるネタって相当作るの難しい。もちろんね、そのありはするけど、うん、存在はするけど、どっちかっていうとお笑いは一回見たらこう先がもう展開が分かってしまうから、うん、なかなかそれがね、ギャップを作ってね、こう笑いに変えていくものだから。なかなか難しいけど音楽はその、うん、そもそもこう笑わせるとかとまた違うね、うん、あのメッセージがこうこもってたりするから、 そうそうそう、だからそこをくすぐれるのがやっぱり音楽できる人はめっちゃ羨ましいなと思いますね、うん、だから同じこう感情を動かす職業ではあるのかもしれないけど、うん、またその動かすところがちょっと違うし、うん、その手法も違ってくるからね、うん、確かに音楽はだからその笑いのところも踏まえきれるさうん、うんでも、まあ、爆笑ではないかもしれないけど、うん、確かに笑いの感情をくすぐることはできるでしょ、うん、でもなんかお笑いでなんかこの悲しみとか自分のこの思いとか、うん、なんか悔しいところをなんかこうダイレクトにくすぐることは結構難しい難しいななんかそれをやっぱりこの音と歌詞とで表現に乗せてできるっていうのは、うん、なんかいいなあと1回人生できるんだったら僕はあのミュージシャンもやりたいですねを目指したいとうん確かにでもそういうなんかこうお笑い笑い以外の感情もくすぶるっていった多分、うん、もう沖縄でそれやってるの僕なんかの先輩のまーちゃんさんぐらいかないろいろこう喜劇とかでねそうだね、うんうん、まあもちろん他にもいるのかもしれないですけど、はい、こうパッと僕が近くで思い浮かぶのは、うんうん、まーちゃんさんとかはそういうなんかこういろんな自分の言いたいこと込めたりとか、うん、やってますけどね確かにこうミュージシャンまあ僕はだから音楽のそのあんまりセンスがないんででも憧れはしますねやっぱりそういうなんかこう気持ちよさそうにそれこそさっき言ったみたいに自分のこう言いたいこととかをその直接こう言うってなったらもう演説になってくるじゃないですか、まあ、漫談とかもあるのかもしれんけど、うんうん、こう演説的なものになるとちょっと重たいけど、うん、こうリズム音楽に乗せて歌うことによってよりこうみんなに伝わりやすかったりとかあとは
あなんかこうちょっとマイルドにね、楽しんでもらえたりっていうのがありますから、うん、はい、ということで貴重なライブを行ってきました、はい、ありがとうございました。じゃあ一旦 CM です、どうぞ。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティー、おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンメン。黒糖サツバター。おいしい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。おいしい、やってる。牛角宜野湾店好評営業中。 FM 小里と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。宜野湾ヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンメン。黒糖サツバター。おいしい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。おいしい、やってる。牛角茶炭店好評営業中。FEC チュンド金曜日、金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ、今週は収録放送です、はい、お願いします。はい、ということでもう絶賛ね、収録日が先ほども言いましたが2月の28日なので、あと 1,2,3 3日後か、うん、3日後に単独ライブという状況でございまして、はい、まあラジオ聞いてる人はもう次の日がライブになってますからね、うん、あ、そっかそっか、うん、もう明日か、はい、いやだからマジで来てよ、みんな予約した人、あと予約してない人もみんな来てよ、うん、本当にお願いよ、お願いしますよ。でだから絶賛ね、こう、うん、あの稽古場でいろいろこう道具だったりとかの準備も含め、はい、ネタ練習とかもしてますけど、はい、楽しみっすね。そうですね、うん、どんくらいお客さんが入るのかよりもなんかどんな感じでネタができるかってところが、そうですね、うん、その本番のこう雰囲気じゃないですけど、す、ね、まあ、もちろん雰囲気も自分たちで作るものでありますけど、はい、なんかこうちょっと楽しみなネタも結構やるんで、はい、はい、どんな感じになるのかな。今回ちょっと漫才多めのね、うん、ライブにはなってるかなと思いますけど、はい、まあ、コントもしっかりやってだから、はい、どこでも出してないコントもあるのかっていうことになるんだよね。そうだね、う形としては形としてはどこでも出してないコントっていう形になるんで、はい、うん、はい、はいはい、ということでもうわ、そっか、あんまりでも中身には触れない方がいいか。そうですね、翌日だし、うん、もう楽しみに聞いて、うん、振り返りで次の週生放送を聞いてもらうって感じがいいかもしれないですね、うんうん、いやどうしようかね。なんかグッズも一応もう出してるよね、この時には情報出してないか、T シャツが出てます、はい、はい、T シャツが限定で、きんぴらごぼうのこのチラシのデザインをちょっとこう、うん、アニメテイストになったものが
T シャツ、白の T シャツにプリントされたものが S と M と L と XL それぞれ2枚ずつの、はい、会場販売で、となっておりますんで、うん、ぜひ、まあ、あのこのキピラコムのグッズ T シャツ欲しいよっていう方は、はい、あちょっと狙っていってください。お願いします。会場中には出さないかな、終演してから出すかな、ちょっとそれもまた、うん、当日か今から決めますけど、はい、はい、ぜひゲットしていただければと思います。お待ちしております。前回が結構 T シャツ売れましたからね、反響が良くてですね、うん、ただ自分たちで作ってたんでしこたま大変だったんで、今回はあの業者にね、うん、あのいろいろその、タイガのあの右腕の人にお願いして、はい、いろいろと、準備してもらいましたけど、はい、ありがとうございます。はい、今週ね、だからさっきライブの話しましたけど、その次の日は、うん、はい、また中地曽根、僕たちと同じ事務所の芸人の中地と、あとフリーでやられてるしゅんさん、はい、プリウしゅんさんが組む中地曽根の主催ライブ、新ネタ中地曽根でしたっけ、新ネタ地曽根、新ネタ地曽根か、うん、というライブにゲストでお呼ばれしまして、はい、で僕たちきんぴらごぼうとあと一組のゲストがカシスオレンジさんで、うん、ネタはやってきましたけれども、結構自由にネタやったんですけども、はい、僕なんちは僕はめちゃくちゃ楽しかったですね、うんうん、なんか楽しかったですね、うん、あのちょっと緩い感じの、うん、まあ、あの中地曽根自体が結構何でもやってもいいよみたいな感じの雰囲気の人たちで、うん、でだからこそできるみたいなのもあるんですけど、うん、すごくやっぱり楽しかったですね。で、はい、カシスさんも面白かったね、やっぱりね、うん、平場もずっと面白かったし、うん、いいよな、なんか天性のね、あのコンビならではのっていうね、雰囲気がやっぱ独特で、うん、いいね、うん、やっぱ醸し出せないですからね、あの雰囲気ってね、醸し出してますからね、うん、あの二人はかっこいいっすね、うん、なんか M1 も3回戦とかまで行ってるんでしょ、結構常連ですよね、うん、3回戦常連、いやもう近いうちに敗者復活戦とかまで行ってるんじゃないです か、うん、だから3回戦上がったら準々だもんね、うん、M1 はでそれ上がったら準決勝で、準決勝まで上がったら、うん、まあ、そこで落ちたとしても敗者復活に行けますから、うん、なかなか あと一歩ですよね、うん、ですよね、うん、しかもそれが1回じゃなくて結構常連で3回戦まで行ってますからね、本当よく出てますからね、うん、すごいですよ、かっこいいなって思いますね、うん、で年も結構近いですもんね、年上ではあるけど、うん、2つぐらいしか離れてないんじゃないですか、2つぐらい上だと思いますけど、うん、はい、なんかあの本当に、うん、このおバカキャラの真骨頂みたいなのがすごかったっすね、しかもなんかあれを使いこなせてる感じがとてもよくて、うん、その技術もありつつみたいなのが、うん、自分たちがどんなして見られてるかっていうのを、うん、一番自分たちが把握してる二人なんですよね、あのカシスさんって、うん、あなんかすごくいい客観視の能力持ってるよなと思う、うん、なんかあ心地いいところでちゃんとこの発言するなっていう、うん、うん、あれいいな、いいっすよね、まあ同年代ですから僕たちもこう、うん、あの戦っていく相手、まあ戦うって言ってもあれですけど、うん、まあまあ一緒にこう切磋琢磨する世代ではありますんで、ね、ちょっとまあ意識引き続き意識しつつ頑張りたいなと思いますけど、うん、あの中地曽根もやっぱ面白いよね、うん、しゅんさんのキャラクターとかも、ね、いいですけどね、うん、しゅんさんが本当に信じられないぐらいライブ終わった後ずっと落ち込んでて、うん、なんかあのこの企画でしゅんさんが MC をやったんですけど、はい、企画が、中地相方、まあ、ユニット組んでる中地がその結婚してで、大志も授かって、この世にも誕生してますんで、それのこうお祝いとしてあのビールを高級ビールを買ってたんですけど、それをこう渡しそびれてたから、はい、せっかくだからこう企画にしようっていうことでそのコップにギリギリあの交互についでって、まあ、中地対 VS 誰々でやってで、こぼした方が負けで中地がこぼしてしまったら、まあ、没収で、という形 で
その対戦相手がこぼしたら中地が飲めるみたいな企画をやったんですけど、はい、その人こう進行で別にそんな別に何も悪くなかったんですけど、うん、そのまあ瞬間的にはちょっとこれ あれこれどうだったんかなどうだったんかなみたいのがいくつかあったみたいで、うん、もうずっとあの本当にこんなにこんなに落ち込むくらいまあもっと流動的にやりたかったんでしょうね、うんうんうん、なんかこうやっぱりこのあのうまいこと自分の理想通りにいかなかったっていうところが、うん、瞬さんの中では多かったんじゃないですか、うん、うんうんうん、うんいやそうですね、うん、気持ちは分かりますけどね、うんうんうん、とてもでも眠れなくなるんですってこういうしんその一回こういうことがあるとその日、うん、だからどうしようかなってなっててで一応こう「いやでも眠った方がいいですよもうあの気にしない方がいいですよ」って言ってたんですけど「そうっすね」って言って一瞬元気になるんだけど、うん、でもなーってやっぱこのなるらしくてまあまあでもそれはねしゅんさんのこう性質だからあのダメっていうわけじゃないですけどっていう話しながら。あの次にね、うん、次に生かせばいいしじゃあ自分がもしダメだと思ってたとしても、うんうん、次はこういうじゃあ自分がこういう風にやりたいみたいなのを思うといいでしょうしね、はい、そうねだからまあまあ、来月も一応あるみたいなんで、うん、来月3月の23だったっけで僕なんかもまたゲストで呼んでくれてるんですよね、はい、お呼ばれされてます、はい中地曽根と僕たちとあとオードブルか、はいオードブルのとあともしかしたらあと一組ゲストいるかいないかみたいな感じらしいので、うん、はいぜひこちらのライブもなんか値段もすごい安いしねね、うん、お試し価格みたいなライブになってますんで前売り700円とかとかだったと思う、うんうん、ぜひぜひ気になる方はフラット、はい、壺屋の演劇場か、はい、演劇場重ねというところでやってますんでまた僕たち SNS にもね告知すると思いますんで、うん、そちら見てくださいお願いしますお願いしますはいという感じですけどかなんかあったかな今週はなんかまあでもそれこそ、うん、単独ライブのその告知とかで、うん、結構いろいろとこうラジオに出演させてもらったじゃないですか、はい、告知でまあ、タイガのこれ先週も話したっけタイガのその、ラジオカーのそのつながりで、うん、ラジオカー担当してた菊池篠さんの番組にも出させてもらって、はい多分話したかな話したと思います、うん、それを皮切りに、はい、あ今度はその RBC アナウンサーの沖野さんのやられてる、うん、チルドキにもね、はい、出させてもらって沖野さん面白いんだよなすごくなんかよかったっすよね、うん、毎回こうちょこちょこ出させてもらうじゃないですか、うん、僕たち2人でこの何かの告知の際に、はい、なんかすごくあの、まあ、僕も陰キャなんで、で沖野さんとかまあもうこう根が陰キャ根が陰キャなのかな分かんないちょっと分かんないけど、うん、そのなんかすごく話しやすいというか、はいはい、まあいやでも陰キャって言ってた気がする前回のラジオの時にあ私も根が陰キャなんでって、ね、うんそうそうそうだからすごくなんか話しやすいっすね、うんうん、でなんかこうちょこちょこちゃんと、ラジオのメールとかもちょっと切りにかかるところとかもいいっすね沖野さんのあこの自分の番組に来たメッセージに対してね全部イエスマンじゃなくてそれちょっと違うんじゃないってことはこうまあもちろんねその、うん傷つけないようにうまくこう言ってるところとかもあすごいなと思いながら、うん面白い方ですねやっぱ人柄が出るからね、うん、やっぱりちょっとちゃんと自分らで番組モテてるでしょうしね、うんうん、RBC のアナウンサーさんはもうみんなそこら辺強いですよねあ確かにね、うんまあ、言葉がとてもやっぱり流暢ですし、うんはい、この言葉の表現が多彩なので、うん、そこはなんかね芸人として見習うところいっぱいあるなって感じ、うん、分析家のラジオかや俺なんか、うん、ずっと分析ばっかりしてびっくりしたずっと分析してたうんずっと頭から俺なんか分析しかしてない音楽はどうだらこうだらラジオどうだらこうだらってもう頭が回ってないんでしょうねもうやめましょう分析するのはきっとねしょうもない話しましょうしょうもない話するかうん、うん、チンチンが、うん、その外でめっちゃかゆい時あるさ、うん、蒸れて夏とか、うん、はいその
まあでももう言っても俺なんかもう30だから、うん、もうちょいまあ若ければ、はい、なんかちょちょいって書いてもまあいいかなって思ってたんだけど、うん、ちょまあ30になったらまあこう人目つくところでちょちょいって書けんさ。あ、俺まだ書くよ。書くんかい、うん、書くなよまだ書くなよお前書くいやいやまだ書くで成立しないのよ。じゃあ TPO があるさ。だから、うん、確かに俺と一緒にいるとか、うん、芸人と一緒にいるとかだったら分かるよ、うん、それこそなんかほらねええー、まあそれこそラジオの告知に出させてもらったりとかした時に、うん、ちょっとまあ控え室みたいなとこいる時、うん、スタッフさんとかもちょっと周りいてみたいな時は書けないでしょ。まあ、さそういう時はもう痒くならない。多分もう何舞台立つ時に汗かかないみたいな芸人が、うん、痒くなれよ。そういう時は痒くならない。痒くなってかけよ。そこでちゃんとこのバックヤードに戻ってから痒くなる人だからバックヤードってどこ、うん、いやだからその例えば、うんもちろん、うんネタやる時にステージ上でチンチン痒くなってもかけないでしょ。かけない。だからそのありがとうございましたって言って、うん、舞台の照明がブンって落ちます、うん、落ちます。もうかけますよ、ね、かけチャンスじゃない、うん、その瞬間に痒くなるってこと。あ、だからそのもう かゆくなるけど、うん、まあその薄明かり この残光残りの光量で、うん、やっぱりこのねこう吐きながら書いてたらさすがにこうバレるからちゃんとこう、はいはいはい、それこそバックヤード舞台袖とかに袖に入った瞬間にも書いてる可能性はあるってこと。書いてる、そこで書いてることが多いかな、うん、そんな真面目に語る、うん、そこで書いてることが多いかなじゃないわけよじゃ あ, まあラジオ中にはじゃあまあそっか、そういう緊張感とかお仕事としてのやってる時はまあ確かにそうだね、うんうんうん、確かに確かに。俺でも一回舞台上でめっちゃ普通にくしゃみしてしまったことあって変な笑い起きたけど、うんうん、だちょっと気が抜けてたんだろうな、うん、それはな確かにな、うん、なんかあるか鼻水とかでも、うん、鼻水とかすごいだからアレルギー持ちとかだけど、そうかも舞台上では僕はなかなか書かないっすね。そうかも。よっぽどこうラフなテンションにならないと、うん、咳とかも結構喉きついな、咳ちょっとコンコンしてんなって時があったとしても、うん、やっぱりネタ中とかは、まあ、声出づらいとかはあるけど、うん、あんまり咳とか込まないもんね。僕はあんまりないですね。なんかだからその立つと、うん、だそういう仕様になっちゃってるんでしょうね、きっとね。そうだな、確かにそれはあるかも。だってほら先々週に、うん、このまあラジオの収録でも話しましたけど、城西小学校に僕らそのきんぴらごぼうとして、うん、小学校4年生の学年レクで、うん、はいはい、こうみんなにこうネタも披露して、うん、でその担任の先生たちにアンケートも取って、うん、それをアンケートの結果をもとにこうクイズ大会とかしてね、うんうん、で子供たちに答えてもらうみたいな時に、うん、そのまあ僕と森光がその進行もしながら、うん、じゃあそのクイズ答えたい人って言って、はいはいはい、で、はいはいって挙げた子たちもこう前に呼んで、うんうん、名前も聞きながら、うん、じゃあこのクイズの答え何だと思います、うん、ってどんな、なんでこうだそうだと思いましたかみたいなこうマイクでね、うん、やってるやろうとした時、森光が、うん、こう目がすごく痛かったんでしょうね、うんうんうん、目がこう 痛くなってこうなんかすごいこうピク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 ってはいはいはい、こうなんかあの引きつなんかすごく電気走ったみたいに、うん、ピク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 ってあピクピクってなってるなとも思って、うん、あなってるからって思って、で僕がそっから一応進行したんですよ、はいはいはい、この子供たちに、まあ、僕がね子供あそのあの子供たちに聞く担当でもあったから、うんうん、聞いて、で、じゃあ一回クイズ大会終わったから、じゃあ一回ちょっとちょっと休憩またこっちでやって、じゃあこの後また続きのレクやろうねって、一回休み時間入れた後、はいはいはい、わーって子供たちがこう体育館遊ぶ子もいれば、僕たちの周りもこうやって寄ってきて、こうなんかお笑い芸人ってどんなことがあるのに、みんながこう僕らに話しかけるのの、多分森光に第一声話しかけた子が、うん、俺もすごいこう森光が右側に立ってたから、うんうん、その右側の耳にすごく第一声の質問がスッて入ってきたんだけど、うんうん、何年目ピクピクしてたのってまばたきしたのって言って、うん、だバレるんですよ。だからそのまあだからこれはもう俺のあれよね、うん、その体 あの異常よね、うん、俺もだからその意識せずにそのあるんですよ、こうチック症みたいなやつが、まばたきをこうバーって緊張したりとかこう、うん、何かストレスが溜まったらガーってなってしまうっていうのが、うん、だからもうこれはもう結構僕は前からあの症状としてあるんで、
なかなかそれはこう意識で直せるものではないですけど、ね、うん、だからなんかもうそういう癖になってるんでしょうね。もう出ないように、もうだからその汗とかあのその人工かゆくならないように多分、うんうんうん、なってる、なんか意識してる、なんか緊張が入ってるんですよね、きっとね、うんうん、まあそうそうそう、うん、いい緊張感がね、そのかゆくならないと、うん、ありますけど、終わった後めっちゃかゆくなりますけど、僕らアレルギー持ちだし、うん、もちろん目も僕らあの五感全部ズタボロなので、あ、うん、ですけど、うん、確かにあんまり書かないな僕は、うん、目とか一回だけエイサーをね、この FEC のエイサー団体、はいはいはい、エイサーを営業先で踊ってる時に、うん、もうコンタクトしてる目に汗が入っちゃって、うん、すっごい染みながら目つむりながら等身同意を踊った覚えはある。あ、うん、まあまあね、うんなんかだから目、ライブハウスとかもずっと一日中いたらなんかもう目めっちゃ痛くなるしな。昔あったじゃないですか、こうカウントダウンライブとかさ、うん、あんな時とかこう楽屋に戻った瞬間目激痛みたいなの結構あったな。うん、まあ、空気がねちょっとやっぱ淀む場所はそうなりがちかもしれないですね、うん、ありますけどね。ぐらいかな。だからまあ僕は結構書いちゃうな、小さい頃から人前で書かないって親とかにめっちゃ言われてたけど、うん、今思い返せば、うんうんうん、でも書いてるんだと思う。誰ももう30になった俺に書かん方がいいよ。道歩いてる時とか書いちゃうってこと。あ、分からん、書いてるんだと思う。でも、でももちろん注意しないし、はいはいはい、まあこれで訴えられないからな。俺がちんちん丸出しで書いてたらそれ訴えられるけど、うん、俺が歩きながらちょっとチンコ書くぐらいは、あの人なんか結構ガツリみたいな、うん、でそれで、うん、それを見た人がなんかその日の夜の飲み会とかで、うん、今日国際通りでさガツリチンコ書いてる人がいてみたいな、うん、なんか話題の一つにもなるんだったら、うん、まあ平和ですよねとても、うん、きっとどっかで話題になってるんですよね、もし俺が書いてたんだとしたら、ね、ちょっとしたね、うん、こう話題の提供にはなってるかもしれない、うん、まあ、もちろん言われないですしね、うん、きっと俺がでもチンコ書いてるところは見たことないから、まあ書いてないんでしょうねきっとね。隠れて本当にいい具合に書いてるんだろうな。だから俺だって痒い時書くイメージしかないもん自分で、その肌とかもそうだし、痒いってなったらね、うんうん、確かに。で一回だからその前いたマネージャーさんには注意されたことがあって、うんうん、チンコかくなって、はい、チンコじゃない、打ち合わせの時にだから肌かゆい、アトピーで肌かゆいのは分かるけど、はいはいはい、打ち合わせの時はせめてちょっとこう落ち着いとくとか、どうできそうとかって言われたから、あの時もうちょっとだからアトピーがひどい時かな、はい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 、うん、今はだいぶ落ち着いてますけど、うん、っていうぐらいかな。チンコもアトピーになるの？なってた。うん、大変だな。だからいやもう大変だよ。マジでもう芸人を辞めるしかもう治すためか治療方法もないっすね。まあまあ他にもありはするだろうけど、うん。もうない。絶対ない。もう俺はもういろいろ試した。もう、うん、あの睡眠もちゃんと取った時もあったし、うん、あのいろいろやったけど、もうね、もう多分まあ多分ずっともう付き合っていくもんだよとは医者に言われたんだけどね。うん、うん。うんまあ、なかなか治るもんではないって聞くしね、うん、だからこの頻度を落ち着かせるのはできるはずだから、うん、ね、なんか薬とか塗るのチンコに。うん、もうそれのだからステロイドですね、その他の肌と同じやつを、うん、を塗りますね、荒れてたりすると大変だな。でだからまあ蒸れるのも相まって痒くなったりするんで、だ常に痒いっていう意識はもうあるのかもしれない、他の人に比べて。もうずっと痒い、なんか虫刺されて、あ痒いなーがあるじゃん、はいはいはい、あれが多分もうずっとある状態、ね、うん、だと思ってもらえたら。だからちょっともうずっと小地獄がもう僕にはもうつきまとってるのよ、もう。なるほど、うんうん、これとどう向き合っていくか、うんうんうん、っていう。だ俺はね当事者だから全然笑えるんですけど、はいはいはい、うん、でもこれをなんか他の人にこの大変さを言ったとて、うん、それはもう分からないのよきっと。まあそれは当事者しか分からないこともあるからな、うんうん、だからもうそこはもう俺はもう泣く泣く飲み込んで、うん、じゃこれをちゃんとこう背負って、うん、このカルマを背負って
カルマね、うん、生きていこうと思いましたね。まあだから聞いてる人でアトピーで悩んでる人はそうそうそうって思ってる方思ってる人もいるかもしれないですね、うんうん、まあもちろん症状のこの重い軽いもありますからね、うんうんうん、僕より大変な方もいるでしょうし、はいはいはい、そうだよな、こう、うん、手袋をつけて寝たりとかもするもんね、うん、そういう一時期僕もやってました、うん、もう無意識に寝て書いて手起きたらあの殺誰か俺人殺したんかなぐらい血がね、うん、手にまとわりついてることがある、もう本当朝起きたホラーですよね、はいはいはい、みたいなこともありましたね、うん、だから爪ももう長いことあんまり伸ばしてないですし、うん、会長からでもありましたね、そっからなんかバイキング入って、うん、風邪ひいてみたいのもあったりするもんね、まあ、それもきっかけで多分去年入院したんじゃないかなって医者は言ってたよ、なるほどね、うん、あった頭皮が荒れてて、でそれを書いて、うんうん、その書いたところから雑菌が入って、うん、通常だとなんかそれでなんかこの体内のこのこうなんていうの免疫でどうにかなるところ、うん、俺があの体をしこたまその日使ったもんだから、うん、免疫が落ちてて爆発したって言われましたよ。ああ、うん、なるほどね、うん、あとストレスの値がもう異常ですって言われて、うん、何をやってるんですか。いや俺こう本人は感じてないから、うんうんうん、ああ分かんないですって言いましたけど、うん、って言われましたね、ストレスのこう感じ方とかも人それぞれだったりするからな、うんうん、ただなんか値はもうやばいから、うん、もうあのちゃんと休めるときは休まないとダメですよって言われて、うんうんうん、はいとはしたけどね、うんうん、まあねこう時間を作って休むのも大切かもね、うん、こう自然見に行ったりとかね、うん、そうそうそう、うん、なんかやってます？そのこうストレス緩和対策みたいなの。あだから俺自体は別にストレスだと思っ何がストレスかが分かんないから、あそう、うん、でだから多分一番もう環境を変えた方が多分いいんだったら多分僕もしばらく芸人休まないといけない、うん、っていうのを一回だいぶ前にその半分休むぐらいのなんかライブは定期ライブは出るけど、はい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 、営業とかはちょっと数減らしていこうみたいなのやったけど、うん、まあ特に変わらなかったから、うん、じゃあまたそこじゃないところかもしれんしね、だしか、うん、もっとちゃんと休まないといけないあうん、のかもわからないしね、うんうんうん、ちゃんとこう落ち着かせるんだったら本当にもう半年間ぐらい一回ちゃんと休むっていう時間 を作ってもいいのかなって。まあでもこれ結構前から言ってるからもうちょっと本格的にやってみてもいいかもしれないしね。そうだね、うん、だからちょっと 10年を機に現役が10年もちょ、まあ、11年目になるのかな、うんの機にどっかのタイミングでは一応なんかできたらなと思ってるけどね、うんうんうん、なんかこの後大きく体壊す前にまあそうね、うん、だからなかなかこう踏ん切りをつけるの難しいかもしれないけど、うん、一旦どっかで、うん、こうちょっと休憩みたいなので、うん、そのしっかり生活習慣も良くなるだろうしね、うんうんうん、それで、うん、しっかりこう決まった時間に起きて決まった時間に寝るみたいなことをやれば、うんっていうのはあるかなと思ってるけどね、うん、どこかで、まあ、でも割と最近はそんな深夜までとかっていうことはないもんな、うん、俺だってもう、うん、俺怒られたもんだってなんかもう深夜まで居すぎって言われて、うんうん、まあ確かにそれはあるって思って、うん、でちょっともう早めになるだけ家に帰るようにしたりとか、はいはいはい、あんまり夜更かししないようにしたりとかでやりましたけど、うん、まあ多分この程度ではあんまり変わらない。これはもう多分半年んだいぶ5、6年前にこれは実行済みなので、あ、うんうん、こういうのではなくてなんかもうだからちゃんと一回こうフラットにしてみるっていうのはこの不規則をフラットにしてみるっていうのはまだやったことないので、うん、これ試してみてからかなって思いますけどね。なるほど、うん、じゃあそれも交互期待ですね。これはそうですね、ビフォーアフターが、ビフォーアフターをどこでやるかを、はい、うん、その時はだから森内さんもピンで単独ライブとかやってもいいんじゃない。まあまあ確かにね、なんかイベントみたいな、結構だからピンライブも僕はやったことは一応あるから、ね、そうそうそう、うんうん、またなんか今年もちょっと何か
やってみたいなっていうのは、うんうん、なんかせっかく今ぐらいしかなんかいろいろできないじゃん。そのまあもちろん年齢重ねてもいろいろできはするんだけど、うん、気持ち的にもなんかこう今30になったばっかりのこの時期ぐらいに、うん、なんかとりあえず思いつくこと全部やってた方がいいかなみたいのもあるんで。そうだね、うんうん、タイミング的にいいこう皮切りになるかもしれないですね。そうだね、うん、なんだろうな。でもやっぱそれこそさっき言ったけど音楽ライブはすごくこうなんかやっぱいいなと思って、うん、ああいうエネルギーの使い方じゃないけど、うん、それをなんかこう自分なりのお笑いに落とし込んで何かできたらなみたいなのはちょっと考えますけど、なかなかやっぱり難しいよね。まあでもなんかいつか思いつくと思うんで、うん、何かしら、もしかしたらその大河の長期休暇期間中に、うん、いろいろ多分できることはあると思いますよ多分、うん、そうそう。だからこうやりたいやりなんか考えてたけどやってないやつでさ、うんうん、あのこれもその大河が コロナかなんかなった時かなに、うん、あの急遽このお笑い劇場でピンネタをやるってなった時にこう考えたネタで、うん、なんかセミナー講師のネタをやったんですよ、うんうん、でそれでなんかあセミナー講師のなんかコント楽しいなと思って、うん、でなんかそのセミナー講師のキャラクターを何個か考えて、うん、そのセミナーだけをセミナーコントだけをやるライブみたいなのをちょっと考えてて、はいはいはい、でこうまあサクセスなんとかみたいな、サクセス富代とかなんか適当になんかそれぞれキャラクターつけてやるんだけど、なんかあの普通にそのなんかコント中に何でもこのサクセスウォーターを飲んだらうまくいきますみたいな、ちょっとなんかインチキ臭いコントをやりたくて、でその実際にそのサクセスウォーターもあの普通に お水買ってきてラベル自分で貼ってから、うん、あの200円ぐらいでコント中に販売して売れるまで終わらないみたいな。あ、なるほどね。実際買うまでそう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 、まあまあ買わなくても終わるんだけど、うん、なんかちょっとこの面白そうだなっての、はいはいはい、ノリでなんかあの楽しんで買ってくれる人がいるんだったら、うん、そのコントの一環としてね、はい、っていうのをちょっとやってみたいなとか思ったりするけど、うんうん、実際に本当にやるんだったら、うん、あのなんか本当にセミナーが行われてそうな会場でやりたいわけよ。あ、県内結構あるんじゃない？その展物館とかも、うん、会議室とかありそうだし、あ、まあそう、いろいろ調べたんだけど、うん、でもこう箱代が安いというか、うん、その場所代が安いところは、うん、その営利目的でやっちゃいけませんようだわけ。あ、なるほどね。でその営利目的的でもやっていいですよのところは結構高いわけよ、うん、だからなんか本当にセミナーみたいな金額を、うん、価格帯でセミナーコントをやるか、はい、あのもう無料でやるかのどっちかになっちゃうんだけど、無料だとなかなかこっちもこうモチベーションがやっぱライブ作るって結構その1日だけじゃなくて、うん、それまでのなんか準備期間も結構必要だったりするじゃない。そうだね。だからただね、本当のセミナー価格帯で、うん、3000円とかでやって、まあ人が来るわけないじゃん。まあ来るか、だからその、うん、シチュエーションコントみたいな風にしちゃって開催するかだよね。はいはいはい、はい、一回なんか俺なんかも去年の単独イベントでやり損ねたけど、うんうん、確かになんか実際ドラマの中にみんなそのコントドラマの中にお客さんが入り込んでそのまま見るみたいな感じの設定とかでも面白そうだねって言って、一回でもなんか友治さんたちとかまーちゃんさんたちとかそのもっと上のメンバーはそういうイベントやってたっぽいっすね。ね、なんか蕎麦屋だっけ、うん、蕎麦屋で実際にそのお蕎麦とかを出しながら、うん、蕎麦屋の店員さん役としてなんかこう、うんでお客さんもお蕎麦食べてて、うん、そのお蕎麦屋さんの中で全体をお客さんのいる客席もセットにして、うん、なんかコントをやるみたいなのやってたって言ってましたね、うんうん、だからそんなのも、うん、ありっちゃありなんじゃない。結構でもそれってなんか
時代の最先端行ってるお笑いじゃない、うん、そうだね、あんその昔からあんまり聞かないっすね。なんかあれとかでもあるじゃん、テーマパークとかでさ、それこそ USJ とかで、うん、そのワンピースっていうキャラクターがあのやってるレストランみたいな形で、うん、本物の料理も出ながらその中でなんかこう演劇が行われるみたいなのがあったりするけど、うん、なかなかこの街中で身近なところでやってるっていうイメージはないよね。だからコントの中に入りきれる、うん、そういうエンタメがないんじゃん。だからそのなんでしょう、いわゆるなんかリアル脱出ゲームみたいな、あ実際それを体感するみたいな、お客さんもそのコントがやり繰り広げられているシチュエーションの中で実際一お客さんとして沖縄そば食べれるって、うん、まあなかなか斬新な観点だと思うんですけどね。やりたいな、なんかそういうの面白そう。だから1個60分ないし、うん、40分ぐらいのそういうコントかな、うん、劇みたいのを作ってその繰り広げられるそれを見るみたいなさ、うんうん、なんか面白そうだけどね。蕎麦屋の蕎麦屋でもいいし、だから居酒屋とかもいいしね、どっか小さい居酒屋貸し切って、うん、なんかそういうコント、うんうんうん、で実際その料理も料理代込みみたいな感じにしちゃうから、はい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 、はい、みんな普通に、うん、食べながら、まあ、食べながら一応見るになるのかな、ね、みんなもなんかこう参加するような、そうだ、ね、こうシーンがあったりするみたいなね、うん、でもなんかゆるくね、うん、ずっとやりっぱなしじゃなくて、うん、本当にその店員さん役もちょっとまかない食べてますみたいなシーンがあってもいいしね、うんうんうん、なんかゆったりと、だから臨場感あっていいんじゃない、うん、だから通常ドラマだと、まあ、その人にこうマイクが仕込まれたり、うんうんうん、その人の声が立つようにこうテレビカメラ撮ってるけど、うんうん、実際はちょっと遠い席でお客さん聞いてたりすると、うんうんうん、そのバイトと店員さんのやり取りはもうちょっと厨房の奥で聞こえてくる、はいはい、その臨場感なんか揉めてるっぽいなぐらいの感覚でした。うん、厨房の奥からの喧嘩ちょっと面白いもんな、ちょっと、うん、これ何択に持っていけって言ったでしょ、うん、みたいな言って、いや店長の滑舌が悪いからですよ、うん、滑舌悪くないよ、滑舌悪いやしみたいな、うん、そうね、うん、あだそこもなんかそのお笑いテイストでそういう感じのツッコミでもいいし、うん、まあ、実際にはツッコまないから、あ、うん、まあまあまあ、うん、みたいな、なんかもうちょっとこう劇っぽく、はいはい、滑舌悪いじゃないですか、はいはい、とかっていう感じ、なんかもっとちょっとだリアルとお笑いの間、うん、だから今ぐらいの、ね、もっとだから難しくなるけど劇とか、うんうん、そういうドラマとかとのまたちょっと中間、はいはいはい、まあ、ツッコんでも面白いんでしょうけどね、うんうん、滑舌悪いやしって言って、うん、お前誰にタがため口ちょかってるかみたいなでまあまあ新キャラクターがだからそのお客さんとしてまたガラガラガラって入ってきたりとかね、入ってくるみたいなね、うん、うん、とかも面白いけどね、いいですね、うん、なんかそれもやりたいな、うん、なんかそういうのちょっとワクワクするようなやつもやりたいけどね、うん、なかなかできない、まあでもだからそれできるメンバーも限られるけどな、うん、まあ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 、みんながみんな、なんかそのなんだろうな感じを醸し出せるかどうかっていうのもちょっとまた難しかったりするけどね、同じやっぱりだからなんだろう、このニュアンスを、まあ、ラジオ聞いてる人にも伝わってるか分からんけど、うんうん、このニュアンスを汲み取って、うん、一緒に演じてくれる人とか、なんかコント参加してくれる人がいるといいけど、だからちょっと難しいじゃん、まあ、表現として、ね、お客さんは普通にお客さんとして見てるじゃん、お客さんは別にいいけど、うん、その一緒にやってくれる仲間がね、まあでも別に、ね、FEC はでも演技が上手くなくたっていいのか、その芸人としてのやり取りで別にいいから、うん、FEC は割といそうだけどな、うんうん、それこそ、まあ、わさびの具志堅さんとかもそうだし、はいはいはい、あのマーマーさんとかね、スインチマーマーさんとか、意外とチーエとかもできるかもしれないし ね、なんかできそうだけどね、あとスージーさんとかも、はいはい、うん、ちょっと面白そうだな、なんか面白そうっすけどね、具志堅さん、まあまあさんとか、うんうん、ミッチーさんとかね、はい、あ面白そう、うん、なんか極端な話、ずっと喋らんやつがいてもいいわけでしょ、うんうんうん、その演者の中で、演者の中でマジでずっと飯食ってるやつとか、うんうん大家がそっち、そいつでもいいけどな、うんうんうん、そしてお前ずっと普通に飯食ってるなっていうお家でもいいしね、うんうん、
だから、まあ、ある種簡単な流れは決めるのかもしれないけど、うん、もうアドリブ性がすごく求められるやつだよね、はいはい、それは生のお客さんも実際にその場に舞台上と客席が区別されてないわけだから、うんうん、まあ、もしかしたらお客さんが本当に急に喋り出しちゃう可能性もあるしね。お客さんが喋ったっていいみたいなね、うんうんうん、誰か止める人はいないんですかみたいな、だからわざとお客さんの反応を煽るみたいな振りがあってもいいみたいな、うんうんうん、だ限定だから10名とかぐらいになるのかな、うんうん、ね、で本当にもうめちゃくちゃ喋るお客さんがいて、あのつまみ出すみたいなあの展開にしてもいいしね、はいはいはい、うん、そうだな、10名とかそんぐらいになるんだろうな、うん、だ本当に大人の遊びよね、それこそ演者も多いから、ね、まあそのギャラにはなるか分かんないけど、うん、僕なんかだそこも楽しんでやってくれたらみたいな、うん、まあ、お食事がてら、うん、ちょっとそのお店に協力してもらって場所代の代わりに4000円ぐらいでやってくれないかな、うん、みんな演者もおもろそうだけどね、うん、まあ、メリットは音響照明さんがいらない、うん、あーそうね、あ、技術の方がいらないっていうメリット、うんうんうん、全員演者でいける、うん、あと失敗がないっていう、確かに、うん、あと一回きつくなったら出て着替えて別キャラで入ってきてもいいしね、うん、そうだね、うんうんうん、なんかシフト変わるとか途中で別のシフトになるとかもいけるし、はいはいはい、だから本当に広がりがすごいな、面白そうだ、いいよね、それこそタイガの、あのおばあちゃんのお店が休みの日とかにできたり、あーできないかな、そうだね、できそう、できそうだね、うん、日曜日めっちゃいいじゃん、ありだね、で本当にもうなんか物好きな方だけ来てもらって、うんうんうん、10名ぐらい限定で面白いな、うん、あり、コロナの時に撮った原あの プロフェッショナルの映像みたいな感じ、あれはなんか演出したけど、うん、あのなんかだからみんなにちょっと委ねてやらせてみると、はいはいはい、ニッキーさんとかめっちゃ面白かったもんな、めっちゃ面白かったなあれだからやっぱりみんなすごいのが、うん、あのやっぱりあえて皆まで言わない演出を言わないで、この人にこうなんか材料だけ与えるから、うん、この区分だけこの枠組みだけ守ってくれたらもうあとは好きなように遊んでいいよって振って、うん、あとはその人の遊び方よね、そうね、うん、まあだから芸力がちょっと試される場所ではあるけど、はいはい、あれはなんかとこの撮る俺は撮る側に徹したけど、うん、あれはなんか面白かったなやってて、うん、ミッチーさんが俺はもうダントツで面白かったな、うん、具志堅さんまあまあさんのやりとりもだからそれ思い返せばすごく個人的にはあっち結構好きだったけど、ね、ああなるほどね、なんかあの飲み屋に行くスナックに行くみたいなやりとりとか、あそこももう何も売れてないけど、うんうん、適当に2人でやってって言ったら、うんうん、やっぱあそこまでやってくれるからな、確かにね、だいぶカットしたよあれ俺編集する、まあまあそれはそうだろうな、うん、めっちゃ喋ってたからな、めっちゃカットした、でもやっぱりそんくらいやるって面白いやつだから、うん、だからそれのカットなしバージョンよね、ああそうね、うん、だたるくなっちゃうのも含めてお客さんはそれでいいって思ってくれるんだったらいいですけどね、うんうん、だからまあ閉店の時間みたいのは決めといて、はいはい、その時間になったらあもう閉店の時間かみたいなことで、うんうん、ありがとうございましたみたいな感じになるのかな、あこれはちょっといいな、やりがいがある、はい、演出しがいがある、楽しそう、うん、ちょっと僕のおばあちゃんに掛け合ってみよう来年度でき、うん、できたらいいっすね、確かに試験さん、いや翔平さんとかも面白そう、ああ翔平さんも面白いと、うん、翔平さんも面白かった、だから結構だから周りのメンバーみんなできる人が多いんじゃないですかちょっと声かけてみよう、うん、なんか面白そうだね、それはなかなか、うん、みんな乗り気でやってくれそうだし ね、うん、面白そう、いいな、こんなもんすかね、もうちょいか、そうですね、うん、はい、まあ、ということでとりあえずちょ明日が、はい、単独ライブになりますので、うん、もう重ね重ねになりますけども、はい、ぜひ明日余裕あるよっていう人、まあ、ラジオで聞いていれば、うん、ぜひあの那覇市文化展物館の4階展物ホールまで足を運んでもらいたいと思います、はい、お願いします、当日前売り券とも2000円で、はい、で見れます、高校生以下は1000円で見れますので、うん、で未就学児無料なんで、うん、お子さんいても安心ですので、はい、お願いします、ぜひよろしくお願いいたします、こんな感じですかね、はい、はい、もう僕らは多分もうこの今ラジオが流れてる頃
えー、言いながら、うん、準備してるかなんかだと思いますけど、はい、はい、ぜひ、楽しみに待っていただと思います。お願いします、はい、来週は生放送予定ですのでやりましょう、はい、生放送でぜひ、この単独ライブの振り返りとかもね、うん、お話できたらなと思っております。いやよ、なんかもしかしたら FM ギノワンか、うん、あ、もう回収終わってる感じ、もう分かんない、別のこうスタジオもっと綺麗な感じになってる恐れも楽しみだわ、はい、というか俺なんかそっか回収中まで1回しかやあっちでやってないのか、うん、1回しかやって、もうまあだからタイミングがね、どうしてもこの、ライブだのイベントだとか、はい、重なり出る時に行っちゃったので、うん、はい、ぜひそれも、まあ、僕らとしてもワクワクしながら、はい、来週は生放送を挑めたと思いますのでよろしくお願いいたします。お願いします。ということで以上、キンキンピラピラお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ。キンキンピラピラ星に代わってお仕置きよ。アーデュー。My sweet, sweet dad.